オールアメリカンレーサーズはアメリカ合衆国のレーシングチームコンストラクター。略称はある。ダンガーニーが設立し、F1 とジャンプカーを中心にレース活動を行ったほか、1980年代から1990年代前半にはトヨタのセミワークスとして活躍し、インディ500、デートナ24時間、セブリング12時間を含む通算78レースに勝利した。 F1 にはアングロアメリカンレーサーズとして1966年から1969年にかけて英国を本拠として参戦、イーグルと名付けた車両で戦った。25レースで延べ34台を出走させ、非選手権を含め2勝を挙げている。制作した車両にはイーグルの名前が付くことが多いのが特徴である。2000年を最後にモータースポーツ活動は休止しているが、 R&D 業務を行う企業として存在しており、2012年のルマン24時間レースに参戦したデルタウィングの制作にも携わっている。チームは1964年にカリフォルニア州サンタアナにおいてダンガーニーが設立。彼が F1 のブラバムチームで活動をする合間に、米国内でスポーツカーレースの活動を行うためのチームであった。同年、キャロル・シェルビーは、 自身のコブラスポーツカーにグッドイヤー社のタイヤを装着していたが、同社がインディアナポリスのレースでライバルのファイアストーンに挑む体制を求めていたため、シェルビーはガーニーとグッドイヤー社を引き合わせた。契約は成立し、1966年向けのインディカー開発が始まった。ガーニーは1965年のインディ500を制覇したロータスのデザイナーであったレンテリーを引き抜き、 F1 とインディカーの双方に使えるイーグル独自のシャシーを設計した。結果的に、米国内レース向けには、イーグル T2G フォードとして、また、F1 向けには、イーグル T1G クライマックスとして完成した。ユーサックチャンピオンシップ参戦車両のイーグル、T2G。サスペンションとエンジン規格以外は、F1 参戦車両の T1G とほぼ同じ。f に出走するため、 ガーニーは英国サセックスにアングロアメリカンレーサーズ社を設立した。イーグルクライマックスは1966年のベルギー GP でデビューし、その3週間後にはフランス GP で5位に入賞し初のポイントを獲得した。1967年にはリッチー・ギンサーがセカンドドライバーとして契約した。また前年のクライマックスエンジンに代わってガーニーのために オーブリー・ウッズが設計し、ハリー・ウェスレイクが英国で製造した3リッターのウェスレイク V12 エンジンが搭載された。同年6月のベルディー・ GP でガーニーは初勝利を記録した。これは1921年にジム・マーフィーが記録して以来のオールアメリカンの F1 勝利であった。イーグル・ウェスレイクは美しい車であると同時に、 チタンや信号機を用いた実用的な車でもあった。押しクは、ウェスレイクエンジンが高出力ながら信頼性に乏しかった点である。エンジンの設計自体は良かったものの、ウェスレイクは、英国海軍が第一次世界大戦で用いていた機械の放出品で製造していたのである。この旧式機械は各エンジンごとに部品の交換が効かないほど、 出来上がりの寸法にばらつきを生じてしまう、白物であったのだ。ガーニーの計画は1968年には予算が底をついていたが、米国ではボビーアンサーを用してインディ500の勝利や同年のインディカー選手権を勝ち取るなど、うまくいっていたため、彼は米国に戻って、インディカーの計画に集中することにした。インディカーには F1 第5も継続して参戦し、 1968年1975年にアンサーのドライブでインディ500を制するなど1986年に撤退するまで通算51勝を挙げている。また、あるが作成したシャーシのカスタマーチームがインディ500で3度優勝を飾っている。1996年にはトヨタエンジンを搭載した独自車 C でカートに復帰したが、こちらは いいところなく1999年を最後に撤退している。1985年よりトヨタとジョイントシーインスタの GTO クラスにセリカで参戦。1987年に同クラスで日本車初タイトルを獲得した。1989年からはプロトタイプレーシングカーによって争われる最高峰の GTP クラスに参戦を開始。 当初は当時全盛期を迎えていた日産 GTP ZXT やその後継者である日産 NPT-90 ガー x j r 9らの前に苦戦を強いられるが1991年末に投入したトヨタイーグル魔界の熟成が進むにつれ実力を発揮。1992年1993年と連続して シリーズチャンピオンを獲得、レートナ24時間レースとセブリング12時間レースにも勝利する成功を収めた。なお1990年のルマン24時間レースにも、イーグルを名乗る車が出場しているが、これは本チームとは全く関係のない車なので、注意が必要である。1968年アメリカグランプリでは、ダンガーニーが4位に入賞したが、ポイントは、 マクラーレンフォードとしてカウントされ、イーグルウェスレークにはカウントされなかった。ありがとうございます。